大ョウは、仏法草木最イか最ウ属に分類される蝶類の一種。東南アジアに生息しており、地元の民族は、大ョウのくちばしや羽を装飾品として使用することがある。全長90から125センチメートル程度、羽を広げると152センチメートルにもなる大型の鳥。同族の最ウよりは少々小柄であるが、体重では、 大彩鳥の型が勝る。大きなくちばしの上に黄色と黒で彩られたカブト状の突起を持つ。羽の色は首周りが薄い黄色である他はほとんど黒色である。体色は私有動色だが、オスは交際が赤く、メスは交際が青い。主に果実を餌とするが、小型の哺乳類や昆虫類などを捕食することもある。大木のホラニスを作る。 他の最長同様、メスの巣ごもりの際には、オスが巣の入り口を糞便などで塗り固め、子育てを行うメスが危険にさらされないように閉じ込める。そのイ巣の入り口には小さな隙間を開けておき、オスがメスに餌を運ぶ。卵が孵化するには、およそ40日かかる。西族の民族衣装東南アジアのいくつかの民族では、鎮魂に効果があるとして、 大西町のヒナの血を使用したり、大西町の羽やくちばしを、根前の祝いの衣装に使用することがある。そのため、大西町が捕獲されることを危惧する保護団体は、白製の羽などを地元民に提供するよう試みている。また、ウィリアムと名付けられた大西町が、ボンベイ自然史協会のシンボルとなっている。ありがとうございます。